どうしたんだいゴルド、そんなに大きなため息なんかついて。ああ、ひょっとして営業の邪魔かい。それなら少し席を外すが。大丈夫、君も店も寂しいだろうし、すぐに戻ってくるよ。なーにゴルド、そんなじっと見つめちゃって。さては、私に惚れ直したんでしょう。ああ罪なもんね、愛を一手に集めちゃう私の存在って。誰かこいつら何とかしてくれっての。最初に会った時から面白いやつだって予感がしてたが、ほんとその通りになっちまったな。抜け目ない女というかな、よく言えば愛嬌ある、悪く言えばズうずうしい。黙っていれば多少派手な美人なんだろうが。こいつの奥の手である獣、その正体を知っている人間は俺とヒルダくらいのものか。隠し玉に持っておきたいのも分かりはするんだが。周りの連中を恐怖に陥れ、俺たちの名を高めている。それに最も貢献してるのは間違いなくこいつだ。というか、こいつ一人でいいだろう、もう。最初はうちの店名を使おうって言われたんだが、それだけはやめてくれってな。商売上がったりだ。感受性の高いお嬢さんの考えることは分からんね。ゴルド、今度はなんて温かい眼差しで僕らを見ているんだ。まるで自分の子供を見守る親のような視線だったけど。ああ、分かるか。少々昔のことを思い出しててな。昔？僕らのことを見ながら微笑むような、そんな思い出して楽しいことなんて何かあったっけね。ヒルダはともかく、僕に関してはないように思っているけれど。お前さんが単身で敵組織に乗り込む話とか、執行官と切り合う話とか、今考えると楽しいだろう。ちょっとゴールド、何か冷たい飲み物ちょうだい。はいはい。で、お前さん置いてある場所知ってんだろう。それくらい自分で勝手に飲めよ。へえ、せっかくお店に来てるのよ。自分の言うこと聞く手足みたいに従う男についてほしい。ヒルダのやつなんざ、電車のおもちゃが走るレール、あれをカウンターいっぱいに広げてたこともあったからな。今度は何？うなり始めちゃって。笑ったりうなったり忙しいのね。お前さん方は常連、常客、常得意様だ。
だがその常連以外の皆さんの姿が一人も見えないってのは少々考えものだなと思ってな。またその話かい、ゴルド。もう諦めなよ。いや、諦めたらまずいだろう、働く者として。そうよ、無理無理、こんな愛想のないマスターじゃ。あ、私ここで少しくらいアルバイトしてみよっか。俺の愛想の問題じゃねえから話してるんだろ。僕らは客なんていう低いレベルを超え、すでに株主と言っていいほどこの店の売り上げに大きく貢献している。これは疑いようのない客観的事実だ。だよね、ヒルダ。ええ、もちろんじゃない、ケイヤス。そもそもこの店、私たち以外に誰かいるの見たことないし、本当に儲かってんの？そのお前らがいるからいらっしゃるべきお客様が遠のいている。それでいいのかって話を今しているんだが。こいつらの来店頻度を維持し、その上で態度を改めさせ、他のお客様も呼んで経営改善をと考えたんだが、そいつは諦めた方が良さそうだ。しかし、こいつら本当何者なんだろうな。いいところのご子息ご令嬢か。グラス磨いてると仕事してるように見えるからな。でさあ、ゴルド、考えといてくれた？考えてってあれか、例のやつか。さあ、そろそろ頃合いじゃない？ちまちま暴れるのももう飽きてきた頃でしょ。ちょっと、あんたも説得しなさいよ、ケイヤス。読書の邪魔をするのをやめないか、このバカ女。そうだね、他の勢力も着実に幅を広げてきている。特に見過ごせないのは、今回の主題でもある晩期会の連中だ。明らかに僕らに対しての挑発的な行動が数多く見られる。示しをつけるためにも、そろそろ一度はっきりさせておいた方がいいと思うんだ。この辺りを占めるのは僕たちだ、のね。そのためにまずは晩期会のトップ、オーガの総統が必要だ。あれだけちょろちょろと挑発してきてくれている。その誘いに応じないのは失礼というものだからね。そうそう、私もそういうことが言いたかったのよ。まあそうは言うがな、別に俺たちは一党独裁を願うわけでもなし、今さら皇族に少々挑発されたくらいで。そんなな、それに俺たちは別に警察ってわけじゃない。能力者を束ねるってのも管理とか綺麗事が目的じゃあるまい。そう目くじら立てなくてもとは思っちまうが。何それ、この日和見主義者め。はい、ケイアス言ってあげて。何も僕らはリヒトクライスのようになるつもりはないよ。しかし現状では噂で収まっているとはいえ、世間の目ってものがある。あまりに無秩序に各自が暴れ回る状況は好ましくない。能力者にとって歯止めがない今の状況、見境なく暴れ回る者が数多く出てくるというのは危惧すべき状況だ。たとえ無関係であっても、その火の粉は僕たちにも降りかかってくる。そりゃお前さんの言う通りだが、
そーら、お客さんだ。物騒なお話は中断。って、久々に顔を出してみれば、またいつものメンツじゃねえの。おや、これは久しぶりの顔だ。ねえ、ずいぶん顔見せないから、また旅にでも出て、どっかでのたれ死んでるのかと思ってたわ。生きてるってのは、少々身の回りが慌ただしくてね。対応に追われてたら、ずいぶん時間が経っちまった。え、ほんと、お久しぶりっすね、皆さん。いや、相変わらず店も順調そうで何よりだね、2代目。おいおい、その2代目ってのはやめろって言ってるだろう。俺はこの店を預かってるってだけなんだから、戻ってきたらおしまい、一時的なもんだよ。本当に帰ってくると思ってる？あの人は。いいじゃんいいじゃん、夢を追い旅立った先代、それを受けて後を継ぎ守る2代目、ロマンがあるね。男同士の出会い、詳細に覚えてる方が気味悪いってんだよ。で、珍しくいらっしゃったお客様、どのようなご用件で？ただ飲みに来たってわけでもないんだろう？そうよ、何しに来たの？あんたなんてね、邪魔よ邪魔。だだ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 、痛いって姉さん、勘弁してくださいよ。もご用件ってご無体な客ですよ、客、ただの客。酒場に客が来るのに理由いらないでしょう。来たくなったからだよ。では昨日までは来たくない、当店を避けていたお客様だな。さらに詰めて、でご注文はどうする？いつもの感じで適当でいいのか？ああ、そうだな、甘くないのを適当にで。はいよ、ちょっと待ってな。それじゃあ、来たのがロジャーなら隠すこともない。偶然とはいえ、久しぶりに旧来の仲間が集まったんだ。さっきの話の続きもこの場で決めるべきだし。二代目マスター、今からここを貸し切りにしてもらえませんか？そうおっしゃられますと、わかりましたとしか言えねえな。いつも貸し切りでいいって言ってるのに。さすが二代目、話がわかる。で、俺のせいで止まってたみたいだけど、何の話だったんすか？そうだね、要約すればこの一帯で幅を利かせる番機会
それをこの木に叩くってこと。今しかないし、やるしかないし、他に選択肢もない。やる理由はある、悩む必要はない。ないないない、あるない。ほら決まりでしょ。そりゃそうなんだがな、ほぼ決まりかけ。悩んでいてもこれが変わるものでもない。ああ、連中ね。確かにいい噂は聞かない。アムネシアほどじゃないっすけどね。僕らと彼らとじゃ悪評のベクトルが異なるとは思うけどね。最近急激に力をつけている組織というより王が個人だけど、これは僕らの方の事情も大して変わらないか。彼の目的は組織作りみたいなんだけれど、個人を公明にすることでのカリスマ、それで人を集める。まあ常套手段ではあるね。これも僕らの事情と大して変わらない。決まりじゃないねえ。うちの関係者を見つけては末端のものでも容赦なく倒す、オーガという組織の長、まごうことなき実力者がだよ。これはもう完全に挑発だ。試されている。出ていかないと示しがつかないけど、挑発って分かってて誘い出されるなんてのは、いつもの参謀さんからすると冷静とは言えない判断だね。つまり余裕がない。バン機械のオーガはそれほどに強い。姉さんでもヤバいってことか。そうだね。悔しいがそれで大体正解だ。わずかに間違っている部分は、単純な勝負ならヒルダが勝つ、9割方ね。オーガの側近についたというセフィロト、その力が読めない。そしてグズグズしていると人が集まり、さらなる面倒につながりかねない。この2点、そういう意味では少々焦っているね。分かってるよ。分かった。 OK、 行けばいいんだろう。行けば。さて、アムネジアとしての総意が固まったところで、この流れを立って次の夜までのんびり待つわけにはいかないよね。